別に全部勝てるわけないからな。やっぱりええ天気でやりたかったよな。まあしゃあないわ。4月6日のカープ戦は前日から引き続き降り注いだ雨の影響で雨天コールド、今シーズン初の黒星となり、岡田も悔しさをにじませました。しかしジカードからはいよいよ本拠地甲子園。後藤は心を躍らせていることでしょうが、そんな中2軍で調整を続ける伊藤将司が好投を見せていることが話題となっているのです。今回は伊藤の復帰時期や今後の起用法について深く見ていこうと思います。なお今回の動画は4月7日時点での情報で作成しています。中途半端では1軍に上げない。現在のタイガースは先発リリーフともに強力な投手陣が揃っており、補強をする必要のないほどの戦力があります。しかしそんな中でも伊藤の存在は貴重で、3年目でありながら早くも左のエースとしてのポジションを確立していると言っても過言ではないでしょう。伊藤はルーキーイヤーから先発ローテーションの一角を担い、1年間を投げ抜き10勝をマーク。昨年は2桁に届かなかったものの9勝を挙げ、完投6回完封2回はいずれもリーグトップ。今シーズンもエース青柳に次ぐ活躍が期待され、開幕2戦目のマウンドが決まっていました。しかし3月に入り左肩の違和感を訴え、予定されていたオープン戦の登板を回避。当初は軽傷だと思われていましたが、決して重い怪我ではないものの、無理をして投げることができる状態ではありませんでした。どうやって聞いたらあんまりええ返事が返ってこーへんかったわ。岡田の心配が的中し、伊藤の開幕2戦目の登板は白紙に。後藤にとっては非常に残念なニュースとなってしまいました。しかしその後の伊藤の回復具合は順調で、24日にはブルペン入りし、27日には岡田が見守る中67球の熱投。痛みはありません。8割9割ぐらいでしっかり投げられました。違和感とかはなかったので、あとは調子を上げていくだけです。伊藤本人もこう話しているように、早い段階で復帰できる様子を見せ、後藤を安心させました。開幕を2軍調整で迎えた伊藤ですが、4月5日には2軍メンバーに対しシートバッティングで登板。計7人の打者に対し23球を投じ、安打制の打球は0本、さらには三振を3つ奪うなど素晴らしい結果を残しました。しっかりと強い球が投げられたし、右のインコースにも投げ切れました。伊藤自身も手応えを感じており、いつでも1軍へ昇格できることをアピール。しかしこの結果を受け、岡田は次のようにコメントしました。上げるときはある程度万全な状態で上げたいよな。中途半端で上げるんじゃなしにな。冒頭でお話ししたように、タイガースの投手陣はどこを見ても入る隙がないほどの強力なメンバーが揃っています。岡田の言葉からは指揮官としての余裕が感じられますが、違う角度から見てみると、伊藤のような主力投手でも代わりが活躍すれば戻る場所はないとも取ることができます。1軍では投手も野手もみんな調子がいいので、自分も早く1軍に上がってチームに貢献できればと思います。伊藤もこう話しているように、現在タイガースは絶好調。伊藤が復帰すればさらに良い結果が出せるはずです。1日でも早い伊藤の復帰を心待ちにしたいですが、焦らずにしっかりと調整に努めてもらいましょう。そんな伊藤の代役としてマウンドに上がったあの投手は苦い思いをしてしまいました。今後の投手陣。4月1日の開幕2戦目、伊藤の代役としてマウンドに上がったのは14年目の秋山拓実でした。秋山は春季キャンプは2軍スタートとなり、その後も2軍での調整が続いていましたが、伊藤のアクシデントにより急遽1軍へ昇格。オープン戦での好成績が認められ、開幕2戦目のマウンドを任されることになりました。しかし秋山は初回から連打を許し、いきなり4失点。その裏の攻撃で味方打線が3点を返したものの、続く2回に再び失点を許してしまいます。その後は落ち着きを取り戻しましたが、5回を投げ許したヒットはホームランを含む7本、5失点を与えてしまい、苦しいマウンドとなりました。ゲームの入りで失点を許してしまい、いい流れを作ることができませんでした。すぐにみんなが得点を返してくれたおかげで3回以降はなんとか粘りの投球ができたと思います。降板後の秋山の言葉には悔しさがにじんでいました。これまで3度の2桁勝利を達成してきた秋山ですが、昨年はフォーム改造の影響で右膝を痛めてしまい、わずか1勝しか挙げることができませんでした。さらに今シーズンは結婚も発表したため、この日のマウンドにかける思いは誰よりも強くあったことでしょう。次回以降は以前までの堂々たるピッチングに期待したいですね。そんな秋山の乱調を受け、試合後に岡田は次のように言及しました。ブルペンで緊張してボールが高めばっかりというのを聞いていたから、その通りだと思ったね。でも徐々にボールも低くなっていったし、3イニングをゼロに抑えた。そこは大きかったと思うよ。そして立ち上がりに大量失点を許したことに関しては、伊藤やったらもうちょっとすんなりいってたのかなってな。ちょっと頭の中よぎったわ。と苦笑いを浮かべながら話しました。さらに次回以降の登板に関しては、次回はねと言葉を濁しましたが、新助っ人ジェレミー・ビーズリーを昇格させました。秋山にとっては残念な結果となってしまいましたが、長いシーズンの中で秋山の力が必要となる時が必ずやってくるでしょう。その日が来るまで2軍でしっかり調整を続けてほしいですね。秋山が2軍に降格したことにより、空いた枠を誰が埋めるのかが孤島の間で話題となっていますが、新加入のブライアン・ケラーや森木大地など2軍にも先発候補の投手が多く在籍しています。誰がマウンドに上がっても期待できる結果となりそうですが、伊藤は4月7日の2軍戦で登板が予想されています。この試合で好結果を残し、万全であることがアピールできれば、14日からのベイスターズ3連戦で復帰登板を果たす可能性があると考えられます。今後どのようなローテーションが組まれるかはまだまだ分かりませんが、伊藤の復帰を心待ちにするとともに、新たな戦力の登場に期待しましょう。ここまで伊藤の復帰時期や代わりにマウンドに上がった秋山について話を進めてきましたが、若きエース候補は先日の試合で雨に泣きました。最強投手と投げ合った西純也、前述したように4月6日のカープ戦は雨の影響で降雨コールドとなり、今シーズン初黒星を喫してしまいました。同試合でマウンドに上がった西純也ももちろん今シーズン初マウンド。4年目の若き右腕は昨シーズンから OB を中心に高い評価があり、今キャンプでも青柳に代わってエースとなる可能性もあるとの声も上がっていました。そんな中迎えた今シーズン初マウンドですが、ぬかるむ足元の中、制球が定まらず、初回から連打を許し先制点を与えてしまいます。その後も毎回ヒットを許し、4回にはカープの新助っ人デビッドソンに左中間へのホームランを放たれ、点差を広げてしまいます。そして5回終了時点で雨足が強くなり、6回途中に球審はコールドを宣言し試合終了。西にとって悔しいマウンドとなりました。悪天候は気にしないようにしていましたし、向こうも同じ状況で投げていたので、あまり言い訳にならないかなと思います。打たれた結果、球が高かったので、次は同じミスをしないようにしたいです。広島出身の西にとってこの試合は凱旋登板であっただけに、悔しい思いもより一層大きなものとなったでしょう。しかし敗戦投手となったものの、解説を務めていたタイガース OB の能見篤史は随所に評価できる点があったと話しました。勝負球の変化球が若干浮いてしまっているのが反省材料だと思います。それでも無四球で持ち味は出ているし、長い目で見る限り問題はないと思います。能見が話すように、西はこの試合たびたび連打を許したものの、フォアボールでの出塁は一度も許しませんでした。開幕からつながりを見せていた打線もこの日は湿りがち。毎回ランナーを出し、3回までは毎回得点圏にランナーを進めていましたが、1本が出ず残塁の山を築いてしまいました。どこかで援護点があれば西のピッチングも変わっていたかもしれません。次回以降、西を援護する打線にも期待しましょう。そんな西は開幕前の2軍戦でのオリックス戦で、侍ジャパンでも活躍した山本由伸と投げ合い、大きな影響を受けたようです。3月30日の2軍でのオリックス戦、開幕前の最終登板としてマウンドに上がった西は、この試合6回を投げ、2安打1失点、4つの三振を奪い、見事なピッチングを披露しました。対する山本も最速152キロのストレートに、ツーシームやフォークなど持ち前の多彩な変化球で相手打線を完璧に抑え込みます。しかし西も負けじと力投を見せます。2度の得点圏に進んだピンチでも、インコースにストレートを投げ込み、2つの併殺打を奪いました。狙い通りゲッツーが欲しい時にゴロを打たせたり、三振が欲しい時にもうまく三振を取れました。本人も納得のピッチングを披露しました。さらに同試合での西は打席内でも山本と対峙し、そのボールを間近で体感しました。6回に打席が回ってきた西は山本の150キロを超えるストレートを捉えましたが、惜しくもグラブに収まりピッチャーゴロに。しかし山本は試合後、あれはヒットでした、たまたまグローブに入りましたけど、このように話し敗北を認めました。高校時代からバッティングにも定評があり、昨シーズンはホームランも放った西。今シーズンもマウンドだけでなくバットでもチームの勝利に貢献してくれるシーンが見れることでしょう。西は山本との投げ合いについては本当にいい経験でしたと短くコメントしましたが、日本を代表する投手との投げ合いは大きな刺激になったことでしょう。これから西が実力を存分に発揮できれば、山本のように日本を代表する投手になる可能性も大いにあるはずです。虎を代表し日本を代表する投手になる西の姿に期待しましょう。今回は伊藤の復帰時期や西の試合内容について話を広げてきました。12球団屈指の投手陣を誇るタイガースですが、伊藤や西の活躍がなければ18年ぶりのあれは遠くなります。再びマウンドで躍動する伊藤や雄たけびを上げる西が、今年もタイガースを支えてくれるでしょう。